皆さんこんにちは。今日は初音公園に来ました。この公園は最近まで2年か3年ぐらいずっと工事してまして、最近すごく綺麗になった場所です。公園の入り口にはこんな機械が置いてありまして、中には入れないんですけども、何なんでしょうねこれはね。工事の期間中中を覗きましたら、だいぶ掘り下げていましたので、下に何か大きな機械があって、これが上の出ている部分だと思うんですけども、私は詳しく知りません。今映っているのが、綺麗になった場所です。で、以前はこの奥の方にトイレがあったんですけども、そのトイレは廃止されまして、今映っていた手前の新しいトイレになりました。男性用トイレから入ってみましょう。男性用トイレは小便器のみで、大便器はありません。あとは洗面台と鏡があるのみです。次は女性用トイレに入りましょう。女性用トイレも簡素で、大便器のみになります。次は多機能トイレです。では入りましょう。多機能トイレは洋式便器が一つあるだけで、他は何もありません。ただこのトイレはいつも綺麗にされています。ではトイレを離れまして、遊具に行きましょう。お母さんとお子様がいらしたんで、全部は映してないんですけども、ブランコは2つのやつが2セットあります。で、これと同じものがもう1つあります。昔この水道使えたんですけど、今日は出なかったです。どうしてかな、もう使えないのかな。鉄棒です。上中下3段あります。一番低いのは保育園の隣だけあって、やっぱり低く作ってありますね。この緑の椅子は工事中からずっと置いてありました。かなり前から置いてある椅子です。次は、定番の大きな遊具です。といってもあんまり大きくないんですけど、階段は小さな子でも上がっていけます。で、この滑り台コプンがありまして、多少滑りにくいです。今回は北九州市戸畑区初音の初音公園をご案内しました。ではまた。